じゃあこんにちは。そう、豊さん、はい、セリーグの、はい、まあ、6チームの、まあ、交流戦は、まあ、今現状どういうチーム状況かっていう話をしたので、でしたらパリーグもということで、パリーグもやりましょう。まあ、楽天はね、はい、本当言うことないんだよ。まあ、首位独走ですね。まあ、独走だし、はい、開幕してから連敗ないし、はい、で谷間のローテーション言っても、うん、ちゃんとした実績のある人間が、はい、投げてくるし、はい、もう豊富だよね、投手陣は。いや、そうですよ、今月すごいことになってますからね、さらに、まあ、昨年じゃあ同じ投手陣でって言うけど、そうです、もう状態はもう全然今年の方が上だもんね。あ、その同じ投手陣でもですね。あー、マー君がやっぱ、はい、まあ、昨年も悪くはなかったけど、うん、まあ、勝ち星がねついてこなかったというだけの話で、はい、今年はより安定してるよね。いや、いいですよね。で、則本が遅れて投げたら勝つとか、はい、早川が、まあ、1年経って皮むけたとか、うん、はい、まあ、枠井がなんかマークに刺激されて良くなったとか、うん、もう言うことないんだよ。そうですね、うん、だから心配なのは後ろの方の松井が1年間持つのかどうかっていうだけの話でね、うん、もうそこだけピッチャー陣、そこだけ投手陣はね、はい、で打つ方、打つ方は西川が入ってやっぱ打線の流れができたね。すごいですよね。で、出塁率もやっぱりさすがにいいしさ、はい、西川、浅村ってね、2番挟んで続くけど、はい、うん、あー嫌だねまあ、どちらも移籍組なんですけど、うん、まあ、ちょっと足が加わったでしょ。あー、それも大きいんですね。いや、大きいよ。だから、うん、楽天は今のところ言うことはない、うん、ただ小深田が抜けて、はい、山崎は悪かったんだよね、うん、で小深田を使って小深田が良かった、はい、そしたら小深田が怪我して山崎入った、まあ、山崎がエラーしたっていうゲームがあるけど、はい、まあ、そのぐらいで、はい、あとはなんかこういろんなところでやりくりできるんじゃないの。じゃあ不安要素は今のところほぼ見当たらないんですか。ないねすごいですね、今のところ最強、まあ、安田を使ってて、うん、やっぱこうちょっと安定しないなと思ったら、はい、住谷ってね、はい、でやっぱ住谷がしっかり守ってくれるよそうですね、心強いですね。強いですよね。だからいるよ。ああ、もうね、その後は、うん、そうですよね。で、その楽天を今現在か現代か 4.5 で追いかけるのがソフトバンクなんですけど、ソフトバンクもまあ上がってきました。ソフトバンクはね、はい、パリーグが軒並みチーム打率が悪い中、うん、ソフトバンクだけは多少良かったんだよね、はい、チーム打率という意味では、うん、でも10本打って1点2点しか取れないっていう、うん、はい、ものすごい噛み合わせが悪かったんだよ、これまで。ああ、ここまで打ったけどここから全然打ってねえとか、うん、ここ打ったけどまたこっちが打たないとか、はい、打線にならなかったんだよね、うん、打ってもだから点にならなかったんだけど、はい、ここのとこ鳴り出してきたね。お、柳町とか出てきたりだとか、はい、あ、して今宮を2番に使ったりだとか、うん、いろいろしながらなんとなくだけど打線になってきた、うん、それが点として見返りがもらえるようになってきた、はい、やっと藤本監督が、うん、打線の流れを掴んだんじゃないかなっていうような気がするよね、はい、だからまあもともとピッチャーはね、はい、まあ、森が抜けてモイネロ、モイネロが最初4点取られてひっくり返されてみたいなやられ方をしたけども、はい、だけどやっぱさすがに安定してるよね。いや、そうですね、まあ、実力があるからさ。だから本当、あの故障者が出た時には今年ソフトバンクどうなるんだろうっていうのもありましたけど、うん、でも戻ってきた選手ももちろんいますし、うん、やっぱりさすがソフトバンクだなっていう。まあ、そうだね、はい、まあ、柳田が帰ってきたっていうのも大きいけどね、はい、まあ、途中離脱した時はすごく苦しんでたけど、うん、だけど帰ってきてからすごく良くなってきてるしね、はい、そうですね。で、柳田が先制点だとか、はい、に絡むようになってきた、うん、ソフトバンクの強い時ってやっぱりほとんど柳田が先制点に絡むケースって多いんだよね、はい、だからそこら辺に絡めるっていうことはやっぱ上位の 1,2 番とかが出塁してるっていうことだよね。あ、そういうことですよね、うん、だから打線にはなってきてる。だから、うん、まあ、ここら辺はあんまり楽天を追う1番手としては、はい、状態は保ってほしいなって思うけどね。そうですね、うん、で3位なのが西武です、うん、上がってきました、豊さん。いや、上がってくれよ、山川がお前ね、帰ってきたから、あのおかわり君もさすごいな、やっぱあ、ドスコイドスコイ、あ、おかわり君じゃない、ドスコイですよね、山川山川すごいな、はい、
なんか打ち損じてニコニコしてるもんね失敗したみたいな調子いいんでしょうね。もう余裕があるよ、もう14本打ってんだからな。だ いない期間あったんですけどね。いない期間あったけどな、はい、で帰ってくるとやっぱ状態いいのでチームも上がってきますよね、うん、順位やっぱ打てると強いよね西武は、はい、今年はね、うん、ただ源田が抜けたっていうのが、はい、ちょっと不安材料かな。そうですね、うん、源田があの自打球でね、うん、ちょっと抜けたけども、うん、これまあちょっと時間がかかりそうだけどね、うん、まあ西武の中のやっぱ森もそうだけども、はい、まあフィールドの中で言えば、うん、やっぱ源田が守りの中心だったからね、うん、まあここら辺を変えたっていうのがせっかく良くなってきたのに、はい、この前でも代わりの衝動が入ったんだよね、まあ、名前はちょっと伏せるけど、はい、まあそれがこう取り損なったりだとかさ、いろいろしてピンチを広げるとかね、うん、まあそういうことがあり、ちょっとそこら辺は不安。そうです、ね、ただ投手陣は不安は持ってない、はい、うん、持ってないっていうか、はい、まあそこそこやってるよね。そうですよね、まあ、例年とは違うよ、うん、やっぱ東証王国になりつつあるというね、はい、まあそういう片鱗が見えてきてる今年だよね、うん、だからこのまま頑張ってほしいと思うけども、はい、やっぱ怪我人が戻ってこないとな。だからそこまでちょっと頑張っておいてほしいなと思うよね、上位を狙うのにね。去年も西武って本当に怪我人で泣いたので、うん、やっぱりね、今年こそはっていうところで戻ってきてもまた怪我人出るとやっぱり辛くなってきちゃいますよね。だから源田っていうのはほぼフル出場で1年間出てるじゃない、はいうんはい、だから代わってショートを守った人間がいないんだよね。だそこにポッと入れられるとさ、やっぱ戸惑いっていうのはあると思うんだよ。変わった選手がね、やっぱ源田の代わりっていうふうに思うとさ、はい、だからまあそこら辺は辛いところだろうけども、はい、ちょっとまあ頑張ってほしいなと思う、ね、そうですね、うん、この西武を追うのが今オリックスです。オリックスね、ロッテとオリックスがねこう変わったりとかっていうのもありましたけれども、うん、まあオリックスはさ、はい、やっぱコロナが出てきて吉田正尚がいなくなる、はい、抜けました。もう誰もいないじゃないかっていうような。大そうなんですよ、ね、だって吉田正尚で持ってたのにもういなくなっちゃうって。だから頑張らなきゃいけないのが宗とか福田とか、はいはい、まあ、紅林、まあそういったあたりだろうね。これはちょっとチームに、まあ、足立もそうかな。あで足立選手もコロナで抜けたので。あ抜けたか。はい抜けましたいやだからどうしたらいいんでしょうか。いやだからどうしたらいいかっていうかさ、はい、もうどうしようもないね。杉本もいないしね、はい、これは苦しいと思うよ。苦しいですよね。ただ投手陣がいいだけにね、うん、って言っても山本宮城っていうのがいないしね、はい、登録抹消になってるし。これはちょっと、まあ、山岡が頑張ってるよね。そう去年ね、もう手術明けのな、そうです、国試、国試もできないしな、本来はそうなんですけどね、だからもう辛いとしか言いようがないよね、いやそうなんですよ、だから本当はオリックスが一番交流戦を待ち遠しく思ってると思うよ、昨年の成功例があるから、あそうですね、ああだから、うん、でも入るには状態が悪すぎるよね、いや、ただ山本と宮城は交流戦の時には戻ってくるかなっていうような。そんな気はするんだよね。そうですよね、うん、だからまあそこら辺で勝ち星を重ねれればいいかなとは思ってるけどね、うん、今の打線の中で交流戦に行ってセリーグはかもにできるような打線にはなんですか。ならないよ。ちょっとそうですよね。やっぱ言ってもセリーグの投手陣も悪くはない。悪くはないですもんね。それはあのパリーグの、はい、ピッチャーの方が力はあるよ、うん、でもセリーグのピッチャーたちは技を持ってるからね。あそうですね、うん、だからオリックスは苦しい。そうなんですよね、うん、まあ、西武と今3ゲーム差ということ で、うん、でその下にはすぐ2ゲーム差にもうロッテが待ってるんですよね。でロッテが今年この順位っていうのがロッテはどうしたのかな。だか佐々木朗希投手はねすごいフィーチャーされるんですけど、ね、いやフィーチャーされても、はい、やっぱ試合をひっくり返されて終盤に勝ち投手になれなかったらいかんわな、はい、あそこは鉄板で勝たしていかないとさ、うん、今年何が噛み合わなくなってしまってるんですかろうって。やっぱりね両外国人が結果が出ないっていうことが、うん、まあ、最大だよね、うん、あの打線の中でもね、はい、ただ守りにすればさ俺なんで田村を使わないのかなと思うよね、うんうん、松川も確かにいいよ、はい、まあ、将来的にはバリバリのレギュラーで日本を代表するようなキャッチャーに俺は育っていくと思うけど、うん、
っぱり優勝を狙うんであればさ、はい、また優勝する力もあってね、うん、狙うんであれば俺田村の力って大きいと思うよ、うん、であの選手をなぜ上げないのかっていうのが俺は疑問でしかしない。意図が何か意図があるのか、それとも何か、まあ、何かを分かんないけどね、うん、よく聞いてないか分かんないけども、うん、俺はなぜ田村を使わないのかっていうのはちょっと分からん。それはやっぱり例えば試合終盤抑えなきゃいけないとか、この試合決めなきゃいけないっていうところでのやっぱりそのキャッチャーのこれまでの経験値だったりとか、やっぱキャリアいるポジションだからな、うん、はい、だから松川もそのキャリアがなくデータがない、うん、今一生懸命押し込んでるような状態の中でよくやってるとは思うけどね、はい、まあ、佐々木朗希を完全試合を受けたりだとかさ、うん、すごく華々しくやってるけども、うん、でもやっぱりチームが悪い時に立て直しをする時に、俺は田村の力っていうのは俺はいると思うけどな。やっぱ一回そういうあのちょっと変えてみるっていう意味でも使った方が、まあそうだね、うん、なんかチームにいい流れとか風が吹くかもしれないですね。そうだね。あとはねやっぱ荻野がやっぱ戻ってきてほしいし、角、うん、はい、中っていうしぶといバッターもいるし、はい、ああいう人間がねやっぱ控えでもいいから、うん、代打で出てくると相手はベンチにいるだけで嫌だと思うんだよね、はい、だからああいう人間たちがやっぱ帰ってこないと、うん、なかなか粘り強く野球はできないのかなって思うよね。そうですね、うん、だから今年のロッテっていうのはすごくね、うん、今までの粘りが全くなくなって消えて、うん、淡白だもん、淡白宣言だ。さだまさしですか。そうそう、あれ関白だ。あれ関白ですけどね、こっち淡白宣言になっちゃうので、それはちょっとね、うん、あれなので粘り強い宣言してもらわないとっていうね。いやいや本当に、だからロッテのチームが僕なんか変わっちゃったっていうようなね、そんな感じがするから、うん、いやでもそんなことはなくてね、はい、やっぱどこに粘りがあったのかって言ったら荻野だったり、うん、俺は角中だったりだとか、はい、で田村のリードであったりだとかね、うん、まあ、そういうところだと思うんだよね、うん、だからその人間たちがやっぱ早く帰ってきてほしいなと思う。そうですね、うん、そして日本ハムです。喋るの？喋りましょう。まあでもまあね、新庄ビッグボスも最初から言ってた。いやでも ね、なんていうの、厳しいコメントを初めて出したみたいな、うん、そんな感じがあったよね、はい、振らなきゃ何も始まんないよ、うんうん、見てるだけだったら誰でもできるっていうような、はい、まあいつもポジティブに話してた、うん、また選手をいつもかばってた、はい、あビッグボスが初めてこう怒ったというか、はい、まあ、確かに新庄の言ってる通り、うん、ビッグボスが言ってるあそこの打席で見てるようでは話にならないよね。ビッグボスがある程度もう分かったと、うん、この選手の、はい、まあ、選手たちの体質みたいな、力量みたいな、だからこっから変えていくんじゃないのかなと思う。あ、例えばここからある程度固定に固定 になってきそうな気がするよ。うん、で噂も勝ったし、はい、ね、ずっとエースが勝てなくて苦しんでたけど、うん、まあ、この前ポッと勝ってね、まあ、これも噂の流れも変わるだろうし、うん、だから、まあ、これからちょっとずつ上がってくるかなっていうふうには期待してるけどね、うんうん、清宮選手はどうですか。良かったり悪かったり。そうなんですよね。ただだって彼は今年からバッティングフォームを変えて、うん、バッティングの考え方も変えてるはずなんだよね、うん、それがやっぱり自分の身となって結果が出始めるのが、うん、やっぱり来年って考えてあげないと、うん、だから良かったり悪かったりはすると思うよ今年、はい、なあそりゃ急には安定しないから、うんうん、まあね、でもあって魅力的なホームランを2打席連続で打ったりだとか、はい、だから物はすごくね、うん、いいものを感じるし、うん、期待もするしね、はい、だけどもう少し時間がかかるかなと思う、ね、だって変わっちゃったから、うん、バッティングが、ね、今までのバッティングスタイルとは全く変わったし、うん、おそらく練習方法も、まあ、現地で、まあ、解説の時とか見てると、はい、すごく練習が一つ一つ丁寧になったしね、うん、だから何か一つ掴もうとはしてると思うんだよ、うん、だからまあ焦ってしまうと周りがね、うん、それは物足りなくなってくると思うけども、だけど一つのものを掴んだ時にはあの子は器用ではないと思うんだよね、うん、はい、不器用なだけに
一回使ったものっていうのは離さないと思うんだよ、うん、離れないというかその形が出来上がったらね、はい、まあ来年かなと思うよ安定してくるのはね。あ、そっか、うん、じゃあそこはちょっとな長い目って言ったら変ですけどそれで見ていかないといかない、ちょっといかない、まあそうだね、だから、うん、言えば、はい、清宮をファームに落として、うん、ずっとそういう掴もうとしているものを確立させるために、はい、ファームに生かすっていうのも手かなっていうふうには思うけどね。うん、じゃ日本ハムはもうここである程度固定されるようになってくれば順位もそこからこう安定して少しずつこう上げて、まあ今年の場合はその上を狙えるかどうかっていうのは別問題として、うん、はい、その一つの形を作らないとさ、早くチームとしての、うん、なんていうの、来年まで響くよっていうことになってくるから、はい、だから早く形を作ってほしいよね。そうですね、あと近藤がいないしな。あ、そうですね、うん、そこも大きいのかな。そこら辺は苦しいけど、うん、まあ、だけど一つの、まあ、例えば1番だったらこいつ、はい、まあ、2人ずつ置いてもいいよね、うん、あ、4番候補はこいつこいつみたいな、うん、だからそういうことである程度の形を早く整えてほしいなって思う。そうですね、はい、もうあの豊さんがあのパ・リーグは早く交流戦セ・リーグと戦いたいときっと思ってるよっていう風に、うん、チームが多いっていう風に言ってたので、うん、まあ、上にいるチームはそれでじゃんじゃん貯金していって、下にでも下にいるチームも貯金しても10は変わらなくなっちゃうんですよ、ね、でも決してさ、うん、セ・リーグが弱いわけじゃないからね、うん、そうですね、いや本当に、うん、弱いわけではないけどもなんとなくこう見たときに苦しんでるチームはセリーグの方が多いということだよ。そうですね、課題を持って苦しんでるチームはセリーグの方が多いということだよ。セリーグの、うん、いわば3位から6位のチームが4チームがちょっと苦しむかなっていう、うん、そうだね、うん、だからパリーグの方は、はい、まあ、楽天ソフトバンクは、まあ、別にこのままでいいし、うん、はい、まあ、西武の方は源田っていうもうなんか明確なんだよね、うん、あー、でオリックス対吉田と山本とかさ、はい、ロッテだと田村とか、だからこういう名刺が返ってくるとか返ってこないだけでだいぶ変わると思うんだよパ・リーグは、はい、でもチームの課題という意味で、うん、あのセ・リーグは抱えてるから重いですねセ・リーグの方、だからちょっと重みを感じるというね。なるほど、はいはい、じゃあ本当パ・リーグはその、ね、名前が上がったピンポイントの選手たちがなんとか戻ってきたらそこのチームはまあ、穴が埋まるという、うんうん、簡単に埋まるということで、うんですね、とにかくじゃあその選手たちが早く戻ってくるっていうのがパ・リーグのそれぞれのチームの願いですね、まあ、そうだね、はい、はい。